こんにちは、メグです。最近、だんだん暑くなってきました。朝と夜は少し寒いんですが、昼は暑いです。もうすぐ夏が来るなぁと感じます。皆さん、最近どうですか？今日は最近の私の毎朝の習慣について話します。朝4時半に起きて犬の散歩に行きます。アラームをセットしていますが、アラームが鳴る前に犬に起こされます。ワンワンと吠えられたり、顔を足で引っかかれたりします。毎朝ちょっと大変です。朝とても早い時間なんですが、同じように犬の散歩をしている人やウォーキングをしている人が結構います。毎朝会っているうちに挨拶をするようになった人もいます。皆さんも早起きして散歩をしますか？犬の散歩の後は朝ごはんを食べています。最近はオールブランというシリアルをよく食べます。牛乳や豆乳を混ぜるだけですぐに食べられるので便利ですよね。皆さんのおすすめの朝ごはんがあればぜひ教えてください。それからお皿を洗ったり洗濯したりします。時間があるときは掃除機をかけたりもします。皆さんは家事が好きですか？得意ですか？私は得意じゃありませんが、好きな家事はあります。例えば洗濯です。洗濯物を干したり、畳んだりするのが好きです。それに洗濯の匂いも好きですね。家事をした後、時間があれば勉強したり寝たりします。時々夜1時とか、2時とか遅い時間に寝ることがあります。どんなに遅く寝ても起きるのは朝4時半です。これは休みの日も同じです。なのですごく眠い時があります。そんな日は朝 2,3 時間寝るようにしています。でもそんな時に限って近所の人が来たり、荷物の配達の人が来たりするんです。それから最近はスマホのアプリを使って勉強することが多いですね。特に英語のアプリはいろいろなものを使いました。面白かったのは AI と話す練習をするアプリです。皆さんは日本語の勉強のためにアプリを使っていますか？私は最近日本語の会話アプリを見つけました。こちらも AI と話すのですが、この AI の話し方がとても自然でカジュアルなんです。ちょっと聞いてみてください。メグは朝の散歩の時間はどれくらいなの？毎朝1時間ぐらい散歩してるよ。そっかそっか。1時間も歩いてたら結構遠くまで行けるね。こんな感じです。どうですか？自然な日本語に聞こえませんか？これはコトモというアプリです。無料で使うことができるので、自然な日本語を話す練習をしたい人におすすめです。ただ、このアプリは日本語を勉強するために作られたのではなく、おしゃべりするためのものです。人に話せない悩みや困っていることをまるで友達や家族とおしゃべりしているかのように話すことができるアプリです。面白いですよね。AI と話す練習をするのは楽しいですが、やはり朝の時間はリラックスすることも大切です。そのために私は少し寝た後にコーヒーを飲むことが多いです。コーヒーを飲みながらリラックスするのは私にとって大切な時間です。私はコーヒーが大好きです。小学生の時からコーヒーを飲んでいます。昔は甘いコーヒーが好きでしたが、今は砂糖やミルクを入れないで飲んでいます。数年前、コーヒーを毎日飲みすぎてカフェイン中毒になったことがあります。コーヒーを飲まないと手が震えたり、頭が痛くなったりしました。最近はカフェイン中毒にならないように気をつけています。コーヒーは1日2杯だけにしたり、できるだけ夜は飲まないようにしたりしています。中毒といえば、砂糖中毒も怖いですね。私は甘いものが好きなので、昔は毎日甘いものを食べていました。砂糖はマイルドドラッグと呼ばれていて、悪い薬と同じように中毒になりやすいそうです。コーヒーも砂糖も
飲みすぎ、食べすぎには注意しないといけませんね。皆さんは食べ物や飲み物でいつも気をつけていることがありますか？さて、今日は毎朝の習慣について話しました。私は毎朝の時間を大切にしています。朝の静かな時間は自分のことを考えるいい機会です。時々朝の散歩の途中で公園に寄って少しの間自然を楽しむこともあります。鳥の声や風に揺れる木の音を聞くととてもリフレッシュできます。皆さんは朝の時間をどう過ごしていますか？どんな朝の習慣がありますか？コメントで教えてくださいね。ありがとうございました。ではまた。